どうも、キスケです。ということで、本日は PVP 回りながらおしゃべりしていこうかなと思うんですが、皆さん、ヒント画像を見ました？ ありゃ一体なんだ？ ねえ、ありゃなんだ？まあ、第3弾のキャラクターっていうのは、多分間違いないのかな？それともまだ無料キャラクターなのかな？その辺の判別がつかないんですけど、あれさ、ベジットブルーに見えなくね？なんか。わからんけどね。ラッキー。だから、もしかしたら、第3弾のウルトラが、なんかとんでもないキャラが来るかもしれないっていう。やばくない？それは。めちゃくちゃ暴れてんな、相手。怖いね。いやー、キャラチェーンするね。はい。さあ、とりあえずこれでバニシング回復して必殺技をぶち込んでいく。オッケー。オッケー。なんか 落ち着きがないな、相手。落ち着きがないっすね、マジで。オッケー。ナイス。はい。出てくんのか。よいしょー。画像が、みんなの予想だと、未来トランクス編なんじゃないかっていう予想がめちゃくちゃ多いんですよね。地面に落ちてる、あー、やらかした、ごめん。無限のマーク、めちゃくちゃちっちゃく描かれてるけど、あれは、ブラック、悟空ブラックとかがつけてた、無限の指輪なんじゃないかっていう予想ですよね。っていうのを考えるとさ、合体ザマスとか来るんじゃね？ もしかしたら。それやばくね？やばくない？普通に。オッケー。まさかの合体ザマスがお目当てのキャラっていう。それはそれでやばいなーって思うんだけどな、俺。あざーす。さよなら。はい。ライジングで。だからもしかしたら、まあ、合体ザマス、半身崩壊ザマスのウルトラとかね。まだ1体しか出てないよね、半身崩壊ザマスは。でも未来トランクス編やったら、まあ、よりベジットブルーの可能性もあるなぁとは思ってて、わかります？言いたいこと。あ、いんのかーい。だからもしかしたら、5周年第3弾は、あれかもしれんよ。ダブルウルトラ。ダブルウルトラの可能性が皆さんあります。どうですか、その辺は。だってダブルステップアップが数年ぶりに開催された第2弾ですよ。初のダブルウルトラ。終わりよな、そうなったら。 それこそだからウルトラに天井をつけるとか、まあそういうことをしないと、まあ、マジでレジェンズは終わりだと思います。はい。ヒント画像、合体ザマスの可能性がかなり高いんじゃないかなって思いますかね。さあ、マッチングシーンはしたということで、対戦お願いします。
ゴジブル未来。いや、まあインパクトはすごいと思いますけどね、ダブルウルトラピックアップガシャみたいな。インパクトはすげえけど、さすがにやばいと思うんだよな、そういうことやっちゃうと。マジで。なるほど、そういうタイプね。ああ、麻痺っていく。だるいタイプやわ。めんどくせえタイプ。また必殺扱う。あざーす。悪くないですよ。はい、ナイス。あざす。それはありがたいわ、マジで。行くぞ、これでも暗いな。うひゃー、つえーな、うめえやこれ。うめえやこれ。あ、これどっちが先に発動したんやろ、手札吐きと手札吐き。どっちが先？あ、さす。はい、さすがにキャラチェンするよね。悪くないと思います。ナイス。決着をつけてやる。あざす。はい、さすがにやめてほしいな。でもダブルウルトラはマジでなえるわ。マジでなえる。まあでもな、レジェンズ運営はな、そういうことやるもんな、マジで。マジで普通にやってくからね。終わりよ、そういうことになったら。次でおしめだ。合体、阪神崩壊ザマスのウルトラと、ベジットブルーのウルトラ。まあ一応ね、阪神崩壊ザマス単体だけだったとしても、あれなんですよね、合体戦士ではあるんですよ。そういうことを考えると、まあ外してはないなとは思うんですけど。はい、孫悟空さん。ああ、遠距離か。そうだよな。だからワンチャン、まあありえそうっていう感じかな、俺の中では。ダブルステップアップウルトラ。ただまあそろそろは、あのだからウルトラガシャ初のそのウルトラキャラ以外のあれもあるかもしれんよね、通常スパーキング。なんでダッシュ入ってんのこれ、わかんねえ。っていうのを考えると、まあウルトラ一点狙いのガシャじゃない可能性があるっていうのは個人的には嬉しいなとは思うんですけど、まあむずいよなその辺は。ウルトラ一点狙いっていうだけでもマジでゴミなんだよな、マジでゴミなのよ。懺悔の時だ。あざした。信頼など無価値だ。さあマッチングしました。失礼。対戦やっていきましょう。お願いします。
まあ生放送とか直前にあるでしょうからね、その辺でなんかあればいいなとは思うんですけど。予約射撃、予約射撃、いい火力、パンチ、死んでまうで、あざっす。あーダメか、オッケー。ありゃりゃりゃ、めっちゃ持ってるやん。はい、通常で返してキャラチェンはしない、あざっす。キャラチェンしないのマジ助かるわ。はい、オッケー、パンチ、はい、入る。もったいないなこれ。けどこれ縛ってもライジング打てないんでね、相手はだる。はい、だるすぎる。ジレン、この悟空ベジータのさ特殊カバチェンって消去可能なんかな、そうわかんねえな。オッケー、シュー。まあでも俺はね、第3弾のウルトラが、まあ、レッド属性で来たらかなりヤバくなると思うよ。もう環境ガラッと変わるんじゃない。だからまあそろそろ、まあウルトラヒット以外のね、何かいれば強いなとは思ってるんですけど、どうなんでしょうかねその辺は。押せえよ、耐えへんのか、マジか、あざっす。まあ、ライジングでいいっすね。はい、ナイス。でいつ来んねやろね第3弾。だもうヒント画像出すの早くない？まだ7月入ったばっかっすよ。だってめちゃくちゃ早い気すんねんけど。無駄だ、入る、終わらせる。くたばれ、無理か、あざーす。楽ちんです。二度とあんな目に遭わぬ。残念、いや必殺やったか今の。まあでも残ってんのパープルやから大丈夫でしょう。もったいねえ。いや俺はダブルウルトラじゃないことをマジで祈ってます。マジで祈ってます。あ、どうした。Thank you.